北海道根室振興局の軍。人口14,580人。面積1,319.63桂平方メートル。人口密度11人、k 平方メートル。以下の一町を含む。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、上記一町から別海町の一部を除き、 市別軍中市別町の一部、市別町の一部を加えた区域にあたる。江戸時代の野付郡域は、正木藩によって開かれた、根室場所に含まれた。江戸時代後期、野付郡域は、東江戸地に属していた。南下政策を強力に進めるロシアの脅威に備え、1799年、野付郡域は、天領とされた。百二十一年に、一旦、 正木藩半に服したものの、1855年、再び天領となり西別川の古川の川口から、茶子骨、ここからシカルン内までを結んだ、千位南を、仙台藩が警護を行い、安政6年の六藩分領以降の野付郡域は、仙台藩領となっていた。1858年に魚場受けを委任、藤野史郎兵衛が、野付半島流神崎に、 大渡積神を放祭したのが、野付神社の創始と伝わる。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、野付軍が置かれた。北海道野付軍の町村突起なき場合、根室、千島歴史人命事件による。ありがとうございます。